今から浮きを使ったフロートフィッシングを説明します。フロートフィッシングは日本をはじめ中国、ベトナム、韓国などアジア圏内で幅広く行われている釣りです。この浮きの動きによって水の中で何が起きているかということを判断する、そのような面白さがあります。まずは道具の紹介からしましょう。竿はリールを使ったリール竿、またはリールを使わない延べ竿を状況に合わせて使い分けます。リール竿の方は、ポイントが遠いとき、深さが深いとき、また魚が大きいときに使います。一方延べ竿の方はポイントが近いとき、ポイントの深さが浅いときなどに使うと有効でしょう。竿にラインを通したら浮き止めゴム、ビーズ、浮き猿管、浮き絡み止めの順に通します。猿管の上に重りをつけます。重りの重さは浮きの大きさに合わせて異なりますので、その度に調節します。糸の先端に猿管をつけ、猿管の反対側にカリスを結びます。針は2本針を使うことが一般的です。まずは基本的な餌作りを紹介します。今回はペーストベイトシリーズで作っていきましょう。基本的な作り方はペーストベイトの裏に書いてありますので参考にしてください。まずカップに1杯半のペーストベイトを餌ボウルに入れます。次に水をカップ1杯入れてかき混ぜます。全体に水が浮き渡るようにかき混ぜたら2分から3分待ちます。2分から3分待ったら出来上がりです。餌ができたら針につけていきます。まずは餌を適量のこれぐらいを取り、指先で丸めてこのようにいたします。餌の中心に針が来るように埋め込み、この部分を指で軽く押さえてこのようにします。こうすると餌が取れにくくなります。まずは餌がついてない状態での浮きをチェックします。浮きの目盛りがこの状態が餌がついていない状態です。餌をつけたら狙ったポイントに餌を投入し釣り開始です。これが両方の針に餌がついている状態です。餌の重さで浮きがこのように沈んでいきます。このように浮きが浮いてきたら餌がついていない証拠です。もう一回上げて打ち直していきます。魚が餌の周りに寄ってくると浮きがかすかに動いたり上下したりします。また魚が餌に食いつくと鋭い動きで浮きが動きます。このような状況を浮きを見ながら判断して、水の中で今魚がどのようになっているかというのをイメージすることが重要です。
繊細で楽しい浮き釣りが今世界各国で広まりつつあります。皆さんも浮き釣りをぜひマスターして今までにない釣りを楽しんでみませんか。